山本由伸登板後の米メディアの反応まとめ。3月21日、1回5失点、日本のエース、山本はクソみたいにガタガタだった。3月31日、5回無失点、ドジャーススタジアムデビューで安定した素晴らしい投球だった。4月7日、5回無失点、山本は本物。エリート投手として必要なものを全て持っている。4月13日、5回3失点、1週間に一度しか投げない高額年俸なら結果を出すしかない。4月20日、6回3失点、山本は偽物うさんくさい。最低。年俸に見合わない。まあみたいやな、そろそろ7回11キロ無失点とかして手のひら返しされそう。何も注目されなかったチームから常時監視のチームへ移籍するな。ちょっとひどすぎない？いやまあ高い買い物やから結果出せ言うんはわかるが。年俸がサイヤング賞クラスだからちょっと打たれても怒られるな。大谷が今永ではなく山本を勧めた理由。なんであんなに金出したんだろう。あんだけ若くて市場に出てくる選手がおらんし。金額はともかく、中6日で他投手のローテ崩す方があかんくね。6回3失点ならまあええやん。もうどこにも行くな定期。山もろ、我々の心をもてあそぶのがそんなに楽しいか？ご視聴ありがとうございました。